土壇場で首の皮一枚つながったカイジ。しかし手元には1400万の現金のみ。カードはゼロ。星2つなら上等っすよ。ほら2人で分けろ。えどうして。言ったろ、3人で星を9個にするって。それよりあと星4つ、どうやったら手に入れられるかだ。手持ちの金じゃとても星4つなんて買えないだろう。でもそれじゃもうどうやっても助からないってことですか。そんなものどうにでもなるだろう。え、その辺の誰かからもらえばいいだけの話じゃないか。この男は今トイレで余分なカードを便器に捨て流した。最初に言ったはずだ、そういう行為は一切認めていないと。カードは自分で使い切らなきゃダメなんです。おいおい、お前本気で言ってんのかよ。現に俺たちの間でカードも星も行き来してるじゃねえか。つまり認めてんだよ。覇気はダメだが譲渡はいいと。実は思考の勝負。このゲームは表のルールに対して裏に潜むもう一つのルールが隠されている。その真意に気づいた今なら俺たちにもチャンスはある。じゃあ早くカードを集めて勝負しましょうよ。カイジさん、何か勝つ方法があるはずだ。見つけた、究極の必勝法。俺たちがグーのカードを相当数手に入れていたとする。だから1時間30分が過ぎ、このカードバランスのまま俺たちがグーを30枚持っていたらどう思う。圧勝じゃないですか。グーだ、グーを30枚かき集めよう。グー1枚につき10万使おうと。早速。待て、どこ行く気だ。俺たちが動いてどうすんだよ。この買い占めは気づかれたら終わりなんだ。バレちゃ誰一人勝負なんかしてくれなくなる。星3つのやつを俺たちの工作員に仕立て上げる。カイジラはついに手に入れたグーのカード30枚。カイジたちは交代で残り枚数を見張る。次に古畑がチェックに向かう。カイジの心中にある違和感が生まれつつあった。それは正体の見えない危機か。それで限定じゃんけんの裏を書いたつもりなんでしょうか。一時の錯覚とも知らずに愚かなことよ。カイジさん、どうした。なんかバカな、なぜチョキがこんなに早く減っていくんだ。どうしてチョキは2枚ずつ減るんです。2つずつその数を減らすチョキ。他のは1枚ずつ消えていくのに。やられた、俺たちだけじゃなかったんだ。買い占めだ、誰かがパーを買い占めた。全ては破綻した。どこまでも降下していくこの感覚。カイジさん、カイジさん。グーがクズカードになる前に俺も。この今しかないという思いが抑えがたく押し寄せる、押し寄せる、押し寄せる。古畑も安藤もこの戦略に費やした労力、金が惜しくて惜しくてたまらない。オープン。よりによってここでバカよ。やり。もう戦略もクソもね、闇雲に戦うしか道はねえのか。なるほど、俺たちは狙い撃ちされたってことか。パーを買い占めた連中。お前も俺も同じ戦略を思いついた者同士。言うなら好敵手ってやつだ。星を一つ売ってやる。何？500万だ。誰が星なんか買うかよ。なるほど、俺たちは別に構わない。他を当たるまでだ。星は買わねえが勝負はやる。こいつの言う通り、俺たちにふさわしい最終戦。ただしデスマッチだ。どちらかが別室へ行くまでやる。いいだろう茶髪。少しは頭が回るやつかと思ってたらがっかりだぜ。土地狂いやがってクズが。北見に最後の勝負を挑む。待ち受けるのは生還か死か。